キンプリ脱退、平野志陽と神宮寺勇太が綴る総意と仲間たちの寄り添い。キンプリメンバーの脱退と仲間たちの思いキンプリ、キングピンスのメンバーである騎士太、神宮寺勇太、平野志陽が2023年5月22日をもってグループを脱退し、騎士を除く二人は同日付でジャニーズ事務所を退除した。この衝撃的なニュースにファンだけでなく、 彼らと交流のあった仲間たちも悲しみを感じているようだ。公式モバイルサイトやラジオ番組を通じて、彼らとの思い出を語るジャニーズ性の姿が見受けられる。特に、トラビスジャパンのメンバーやスノーマンの向井康二、シクストーンズの森本慎太郎、コーチ優我らが、それぞれのブログで金プリメンバーに対する思いを綴っている。 キンプリの脱退と仲間たちの赤別キンプリはグループ脱退前の最後のパフォーマンスを含むテレビ番組出演や公式 SNS を通じて感謝の気持ちと思い出をファンと共有した。トラビスジャパンの松田玄太はブログでキンプリとの思い出を振り返りあの6人組グループラストの日にトリビュートするエントリーを公開。松田は キンプリが6人組で CD デビューしたことに触れ、本当にすごい大好きなグループと称賛しつつ、複雑な心境をとろしている。このような仲間たちのコメントから、キンプリが残した深い影響が伺える。また、スノーマンの向井康二も、公式ブログでキンプリとのツーショット写真をアップし、応援に来てくれてました。と、報告。 シクストーンズへのメンバーもそれぞれのブロックでンプリメンバーにエールを送っており、仲間たちがキンプリを惜しんでいることが伺える。仲間たちとの食事と思い出を語るイノビ系平イイジャンプのイノビ系は、ドラマ、準教授高月明義の推察で共演した神宮寺雄太との食事の思い出をラジオ番組で告白。イノオは神宮寺君とご飯に行きました。 俺、よくよく考えたら、二人で行ったんだよ。後輩と二人でご飯行くの、多分初めてで、と振り返り、その時の会話や笑い声が混じる中の良さを伝えていた。彼のブログにも、同じ日に更新された写真が添えられ、ファンに向けた明るいエネルギーが感じられた。メンバーそれぞれのブログでの思いキンプリメンバーも、それぞれのブログで脱退に関するコメントを発表。 高橋はファンや共演したメンバーに感謝の意を伝え、正騎士君人はこれからも友達としてどうぞよろしくお願いします。とメッセージを送っている。一方で平野はこれまでの活動を振り返りつつ、ジャニー北川氏との未達成の約束に悔しさを滲ませ、みんなは自分を一番に考えてください。負けないように、あなたの人生はあなたのものだからね。 と、訴え最後は前向きな言葉で締めくくった。神宮寺も、寂しいですが永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。とポジティブなエールを送っている。結論、新たな未来へのスタート金プリのメンバー脱退に伴い、仲間たちのコメントや思い出が明らかになる中、彼らが築いた絆や友情が深く感じられる。 メンバーそれぞれが新たなスタートを切る中で、これからも互いの成功と幸福を願うファンや仲間たちの応援が注がれることだろう。キンプリの脱退は一つの終わりではあるが、新たな冒険と未来への期待が広がっている。ファンと共に彼らが歩む新たな道に期待と祝福を込めて、